はいどうも、世界中のカープファンの皆様、おいだんしでございます。始まってますでしょうか。おそらくちゃんと始まってると思いますね。はい、よろしくお願いします。みんなのカープ県民大会議、広島県外の人にも見てもらうために、映像はないですができる限り伝えていこうと思います。よろしくお願いします。テンション爆上げで始まってますね。こんばんは、どうもどうも。うまくできるかどうかわかんないですが、大事なことはこのホワイトボードに書いていこうかと思います。これな、これゲストに呼ばれてる、これカープファン的な人たちもいますね。一般参加の方も。放送時間過去最長。なるほど。斉藤裕太投手。これ遠いな。誰も予想してなかったと、カープファンのゲストの方はもうシーンですね。斉藤裕太投手はやっぱりちょっとファン目線でも結構意表をつかれた感じはある印象ですね。斉藤選手、さあドラフトの県民会議、ドラフト討論が始まります。今から Twitter でも50文字以内でハッシュタグカープ県民大会議で取り上げられるそうですね。あ、昨日のアマチュア、アマチュアさん、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。緊張しました、昨日のあれは。ほんと久しぶりに緊張したわ。やばかったマジで。またちょっとお湯で話そうと思います。チーモさんこんばんは、配信ありがとうございます。千葉県からありがとうございます。横浜からの方も、千葉の方もありがとうございます。神奈川からもありがとうございます。まだ導入なんでそんなに大事なことは話してないんですけれど、文字がなぜ縦になる。あ、これこれこれ、これ見えるかな。お、大野さん登場です。今年も的確なアドバイス、24の背番号をユニフォームをつけて、ユニフォームをね、なんか変わるとかいう話もちらほらありますからね。どうなんでしょうね、ユニフォーム。そうね、まだ強行の可能性もあると大野さん言ってます。番組にとってはちょっとあんまり良くなかったですけど、もう少し発表後は、まあ番組より後ればよかったけど、まあまあまあこればっかりはしょうがない。まずは大野さん登場と。もう一人レジェンド、おお、そっかそっか、初登場小早川さん。昔の若い頃の映像が出てますね、小早川さんの。うわー、懐かしい映像。現役引退を決断させた江川卓さんを、
現役引退を決断させたようなホームランを打ったと、その小早川さんが登場です。新井さんのくじもみたい。確かにね、ドラフトね、本家の方というかね、うん、そっちもねやっていきたいね。小早川さん登場谷川さんのテンションがめっちゃ高い。朝の方情報番組の時ともう全然違う。リアクションがバチでかい。カープファン全開で言っとるね。隣に上村千佳さんですかね。谷原さんの隣が上村千佳さんですね。はい。大野さんは新井新監督に期待と。たっぷり時間があるんでね、二部構成になってるんで、どれぐらい深く掘っていくか、そこ楽しみですね。まだまだ始まったばっかりなんでね。もうちょっと字でかくしようかな。ために何がベストなのか。新井さん会見が流れてます。中長期のビジョンのチーム作り。練習量を増やすって話もありますからね。量と質を追いかけていくと。今年来シーズンのキャンプから明らかに練習内容が変わりそうですよ。うん。もやしは主食さん、こんばんは。どうもです。公表しましたね。この番組的にはちょっと一足早くて困ったもんだなっていうところはあるみたいですね。大野さんが触れてましたけど、まあ、新井さんじゃない人が猛練習やりますってなると、ひょっとしたら若い選手が離れていってしまうかもしれんけど、その間の、まあ、コーチである小久保さんだったりとか、まあ、現役の菊池さんだったりとか、まあ、ピッチャーにしてもね、その優勝を目の当たりにした人がまだ残ってるんで、そこは一体感生まれると思うんですけどね。千里さん、こんばんは。どうもです。新井監督の監督業を楽しみにしているということで、昨日も聞きました。ありがとうございます。昨日ね、月見でいっぱいさんもコメントしてくれたの見てたんで、昨日本当コメントで来てくださった方々ありがとうございます。コメントした方もコメントしてない方もいらっしゃると思うんですけど、昨日アマチャズルさんの方のコラボ配信の方行っていただいて、ありがとうございます。なかなか配信の構成上ね、7382ぐらいの感じで喋るっていう打ち合わせだったんで、あと僕が緊張してたっていうのもあって、こううまくコメントに触れるタイミングがなかなか難しかったんですけれど、しっかりコメント読んでました。目で追ってましたんで、はい。ただ反応できなかったのはちょっと申し訳なかった。僕の技量不足っていうところもあったんですけれど、まあでもまた何らかの形でアマチュアズルさんとまたコラボしたりとか、まあ他の方々ともね、いろいろ話していこうっていう話になってるんで、はい、そこは楽しみにしておいてください。
マシンガン、いやプロですよあの方あの方も普通にだから RCC のラジオ実況にゲスト解説で呼ばれたカープ OB みたいなそんな感覚の立ち位置ですよね。すごかった。だからなんかもうすごいなんかちょっと大御所感になっちゃう立ち位置的なことだけで大御所感になってましたから僕が。一部はチーム成績、ちょこれだ忘れるわ、ちゃめよいしょ、一部と二部の内容が今発表されました。これをちょっと書き込んでいきます。一部はチーム成績振り返り、阿部さんの注目選手解説、交流戦に触れてますね今。交流戦25勝19敗2分け、交流戦前がですね、交流戦前が25勝19敗2分けできてたっていうところですよね。ちょっと待って、チームの成績振り返り、論争内容はチーム成績振り2部、阿部さんの注目選手解説、柱が打たれたねっていう話をしてます。今シーズン守りきれなかった、得点圏、チーム打率は高いんですけど得点圏打率が2割1分と12球団ワースト、交流戦の話です、交流戦の話してます。交流戦においてチーム打率、チーム得点圏打率が12球団ワーストでしたという話です交流戦5勝13敗、力の差を感じたけどパリーグの力対力の勝負に対応できてなかった、大野さんの話です。力に対応できてなかったカープ打線、まあピッチャー打撃、まあ攻守ともにってことですね。精神的なものがあるんじゃないかと、小早川さん、僕もこの線は一つあるかなと思いますね。パリーグにハッタリをかまされているという小早川さんの、まあ簡単に言えばもうパリーグだぞ、どんどん降ってくるぞ、力強い球投げてくるぞっていうイメージが先行しすぎてるんじゃないかという意味でハッタリに負けてると小早川さんは言ってますね。交流戦の後は36勝42敗、
36勝。水本さんね、ちょっと去就が気になりますね。ワンアウト一三塁さんも昨日あのアマチャズルさんの方来ていただいてありがとうございます。8月特に勝ちきれない試合が多かったと。大野さん、ドラフトで強化したいポジションはというアンケート、 62% 投手、62% が投手と答えましたと。パーセント。先発2桁勝利は森下くんのみという結果になりましたという投手陣の成績を今列挙してますね。床田さんの8勝6敗で止まってるのがもったいないですよね。これ多分まあ分かんないですけど、怪我なかったらまあ2桁10勝8敗の路線にはね、森下くんの路線には行ってたか、もしかしたら森下くんより勝ってた可能性もあるぐらいね、状態は多分このメンツの中で一番安定してたんでね。ライトじゃろそれは言われても県民がそう言ってるんで丹田さんこんばんは、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。まあ、外野もねどうなるか、まあ、FA 次第みたいなところもある。中継ぎの成績に移っています。今チームホールド数は105でセリーグ最下位。大野さんはただいい経験をしていると、来年に期待できると言ってます。先頭打者をフォアボール出して自分のリズムで投げきれないということが多かった。ただ矢崎の成長はかなり評価できると。大野さん、まあ今振り返りの段階です。今一部の放送内容、ここの振り返りを今やってます。今ここをやってます。
言。お、一般の方が。先発が長いイニング。投げよう投げさせよう。スタンドから見ていて強く感じる。4回5回6回。負け数が上回ってしまって怪我で離脱して、50試合登板が1人2人かっていうところ。先発が苦しんでいる中で中継ぎのフォロー、1年通して戦う中でどっからシフトしてほしかったと。ボール戦、あ、はいはい、まあ、今の一般のファンの方の発言をまとめると、まあ、先発を長いイニング投げさせて中継ぎを短くっていう最初の、まあ、うまくいってた最初の最初のスタンスを中盤から終盤のピッチャーが不足してきてる中で、うん、シフトしていくことができてなかったんじゃないかみたいなことを言ってますね。投手で強化したいのは先発が 54%、 中継ぎ 37%、まあ、先発を安定させたいって思っている人は県民には半数以上ということですね。谷原さん、チームが後半に向かってどんどん疲れていってるなという印象があると。大野さんは先発がスタミナをつけて投げきやりきれる1年間やりきれるような状態じゃないといけないと。そしてリリーフの安定感、昨日良かったのに今日ダメじゃんっていう、そこを指摘してます。先発陣のスタミナと中継ぎの安定感っていう指摘ですね。ゲストかもう一人来ました。ドラフトを知り尽くした男、阿部雅彦さん。ドラフト候補の投げるボールを受けて記事を書く、通称流しのブルペンキャッチャーダルビッシュ、大谷、菅野、大瀬良も受けてきた。その阿部さんが今日ゲストに来てます。ドラフト候補の球を受けて受けた印象を書いて記事にしてという流しのブルペンキャッチャー、これジャーナリストになるのかなその阿部さんの注目選手解説っていうのもありますね、今日の一部のコーナーのところには。今年おそらく小さな競合が、1人に5球団6球団はない。だけど小規模、まあ小規模な競合が起こりうると言ってますね。ゴミネさんこんばんは、コメントありがとうございます。流しのキャッチャー的には雑誌には広島県出身のな
ナバラ選手の記事が、ナバラ選手、ほほほほ、阿部正樹復興の取材ノート、QR コードを、 QR コード呼び込んだら、あ、これ、あ、これはホームページで見れるか。安倍さんの取材マル秘取材ノートは県民大会議のホームページから見れます。右打ちの外野手、秋山さん右打ちした感じ、斉藤裕太投手、ちょっと名前が今いろいろ紹介されてきているので、ざっと列挙していくんで、斉藤裕太投手、150キロ前後の速球と変化球で堂々の投球、打者を読みながら投げられるクレバーさも、ここ大事ですね。打者を読みながら投げられるクレバーさも兼ね備えた北野大輝。自分のテンポでしか投げれないんじゃなくて、相手のリズムを崩すような投球リズムを持っていると。大卒と社卒の投手が今年は小粒というのが大きい。確かにそれはある。で、そういう意味では、この斉藤投手が、このキャパというか、タッパーとかね、がたいポテンシャルが多分あるんでしょうね。結構背が低い、150超えてるピッチャー多いけど、体つきがちょっといまいちみたいな人が多いですよね。斉藤投手、ただの150キロじゃ意味がないと、血を這うような球を投げないとダメだと、そういう思いでやってるみたいです。高めに吹かすボールほとんど投げない、説明能力が高い。趣味は頭もいいぞ多分勝手な想像だけど、この感じは頭いいぞ斉藤投手。野間はなんかでも FA なんか安全牌なんじゃないかみたいな噂もあるよね。まあ全然当てにはなるかどうかわからんけど、電話帳に新井監督と登録して入れましたって言ってましたから、それがどういう意味を持つのかっていう。
今村武尊投手以来の高校生投手を1位指名になるのではなるのではないかと。2012年、うん、でもここ最近では今村くん以来って言ってますよ。今村くんが何年なんだろう。大事故しました。お疲れ様です。ありがとうございます山田春人、夏の甲子園の大熱投で半年を棒に振った右肩痛から今年は見事な復活。野球選手と不屈の生命力が素晴らしい。右投げ右打ち山田春人。まあこれ阿部さんの注目選手解説に入ってますね。近江高校の子ですね。はい、合ってます。肩を痛めてからのしっかり肩を痛めたことをきっかけに体作りをして変わったと。なるほど。野茂以来の結果で2位で就業というのが野手監督であるみたい。へえ。2位に残ってたノーマン示した。なるほど。この急遽の感じで監督になってドラフト大変だね、選ぶの好きなんか好みな選手を選ぶってなってもなかなか大急ぎって感じか。まあもともと目をつけとるみたいなのもあるんかもしれんけど、斉藤京介、日高渥美、
日高厚美すごい体からこう、まあ、や全身バネっていうのは多分すごいセンスを感じるってことでしょうね。今写真もありますけど手足がすごい長い印象ですね、写真の映像を見る限り。あ、選手の本質はインプレー以外に見れる。5時が大野和夫白浜選手を上村千佳さんが推してます。呉出身の広島県呉出身の恵まれた体型を生かした投法から持ち味の大型右腕、誕生日が大谷翔平ランスと同じ7月5日、ここまでが投手っていう括りですね。白浜海輝、白浜海輝育成、うん、育成の可能性みたいな感じの言い方はしてますね、阿部さんは。ちょっと体もでかいし、まあ、豪快なっていう表現してる分、多分まあある程度修正はいるっていうことでしょうね。ポテンシャルはあるけどみたいなね。新井さんにはひょっとしたらある程度スパンを預けられてるっていう可能性があるから、そういう目線でドラフトをするんじゃないかと。阿部さん、そういう意味では
白濱さんを取る可能性もあると。興味深い県民の声。即戦力か育成か。 76% で即戦力超厳しい。主な理由、まずは A クラス、一軍で使うことで育成、将来性という言葉は信用できない厳しい。将来性という言葉は信用できない。信用性やそこ信用せんかったらもう育てるという行為がなんか虚しくなるぞ育成という、できるかできんか置いといて、育成しようというカテゴリーとしては必要でしょカープが指名した主な大学生投手紹介されてます。2011年から野村投手、2011年が野村投手、13年クリー、大瀬良、14年が矢蓋、16年が床田、矢崎、ケムナが17年、18年が島内、19年森下、20年が森浦ですね。これ大学生ですけれど、コーチ陣が本当どうなるかですよね。新井さんがどうするのか。こんばんは。今年は育成ドラフトでも良さそうですけどね。即戦力になれそうな候補少ないらしいですし。そうね。お、曽谷龍平も、あら、上げてますね。テロップが一瞬出たけど。白鵬大学、今 VTR 流れてます。白鵬大学の。曽谷龍平投手。曽谷投手、僕の作った動画のドラフト候補にも挙げてましたけど、腕の振りに注目と。腕振りの風切り音が。曽谷君、誰か公言されたん？どっか球団。オリックスが1位で公言。あ、そうなんじゃ。6球団スラッとして手足が長くて、スリークォーターでストレートはナチュラルシュートって感じですね。ナチュラルシュート、もしくはナチュラルシュートですね。ナチュラルシュートかな。いい球投げるね。このキャッチャー方面、ピッチャー方面の両サイドから VTR で投球映像流れてましたけど、いい角度ですね。腕振りいいし、スリークォーター気味で角度もつくんで、カープの選手タイプで言ったら森浦、堀江タイプですよね。体からちょっと遅れてくる感じとかも、森浦くん近いかな。
腕の振り以上のストレートというか、この4年で積み上げてきたものなので、ストレートには自信があると。一軍で1年間長く通用するピッチャーになりたいと。まあ、そうでしょうね。そこを目指していきますよね。セープが昼間、昼間さんも僕と、昼間さんも僕取り上げ、矢沢さんも取り上げたかな。結構じゃあもうどうなんで、被るんかな、結局被るんかどうかってところですよね。いい球だけど取れない取れない確定ですか。もう顔つきも結構なんか優しい感じの顔つきしますね。アイシールド夏いな井原貴人投手、170-73キロ、この辺はもうあんまり多分、まあ一応紹介はしますけど、大本命って感じじゃないみたいな感じですね。カープの大本命、まあ、なのか、まあ安倍さんの中でのカープにあてがうならっていうのがこの方々、まあ一番下は上村千佳さんの一押しですけれど、なのでこの辺が、2位以降の投手。青山湊斗投手、亜細亜大の。あ、映像ありますね。青山湊斗投手の映像出るかな。映像がない、出ない。鋭く落下するツーシームとフォークはプロでも勝負球、支給のない安定した球筋は先発で、いやー、この欲しいなあ。ったら間を外せる。このツーシームとフォークがある、まあそれでまあ生きてる、勝負球として生きてるピッチャーカープ欲しいな。中継ぎでも全然欲しいわ。落ち球ないセットアッパーとかがちょっときついと思うんで。伝統のアジア通信、伝統なんじゃこれアジア出身。金村投手、間違いのないピッチャー。慎重に丁寧に用心深く、逆にピンチには大胆に内角を攻めて、なかなか得点を許さない抜群の実践力。ヤクルトの小川投手、小川投手、ヤクルトの小川投手に近いストレートを投げると。ヤクルト1位指名、小川タイプ。向かってくる感じがあるんですね、ボールが加速してくる感覚。増井翔太投手、緩急、一見緩急技巧派さに見えても本質は立派な本格派、ピンチほど
空振りを奪える速球で真っ向勝負。速球で真っ向勝負か。ピンチほど空振りを奪える、どうだろうね。微妙、なんか俺の勝手な感想微妙な感じするな。KO。伊藤投手に近いと。最後菊池、あ、この人も俺菊池陸投手はね、なんか体格的に俺あれなんじゃないかなと思ったんよね。あ、映像ある、菊池陸投手映像ある、動画でも取り上げましたけど、映像生、直近の映像見るの初めてやな。黒田さんのところの出身、菊池陸、183センチ90キロ、広島から来たと言ったらある思いを伝えた。大先輩の黒田さんもカープでしたし、背番号をつけるというのもあったりとかして、背番号15は永久欠番なんで。野手も僕と同世代の小園とか林とか自分に出てたりしてるんで、とそういう意味でもカープはいいなと思ってます。お、カープに好印象菊池陸カープに好印象、来い来い来い男子一押し結構肉厚感はあるんです。もう体の肉付きはもう最高なんで、下半身の張り具合というかケツの感じとか、体格とかなんか投げっぷりは矢崎みたいな感じだけど、スライダー投げてる、小さくキレがあるね。投げっぷりもバランスいいですね。太もものパンパンな感じ。スタミナどうなんかな。球数を要するのは彼のコントロールってこと。タフネス、あ、タフなんだ。いや、タフは助かる決め球がない、そうな、まあその辺はまあまあまあどうなんかな。フォーク一応投げとったけどね。ただ全体的に確かに曲がりが小さいのかなっていう思いもある。スタミナフルで投げた時はいけそうな感じはあるけど、一年通してってなってくるとまずいのかな。まっすぐに自信を持って投げてますと、菊池選手のコメント。フォームとのギャップでまっすぐを早く見せたりとか、小さいしじゃねえ、フォークは長かったですね。あ、確かに森下正人投手のフォームを研究してますと。確かにこう足を開けて一旦止まっての感じは確かに森下投手ですね。360度全方向から舐め回すように見たいと問題発言だと。こういう表現があまりいいのか分からないですけど
自分で言っときながら。カープ指名されたら来ますか？もちろん。ご用意いただけるのであれば、カープのために全力で腕を振って。ファンの皆様と勝つ喜びを味わっていきたいという思いはもちろんありますと。社会人入ります。社会人の紹介に入るのかな。黒田さんに臨時コーチ来てもらうとな。確かになんかそこら辺やってほしいよね。そういうところは吉村投手、吉村幸次郎投手、東芝、150キロ前後の速球と100キロのカーブ、プロでも勝負球になるフォークとツーシーム、いいなぁ。先発ローテ候補、吉野投手、なかなかちょっと早いんでね、解説が安倍さんのなかなかちょっと名前ぐらいちょっと追いかけられないんですけど、こう注目するようなこと言ったらちょっと乗っけていこうと思います。まあ、でもコメントでいろいろ乗っけてもらってるんでありがとうございます。任せて安心タイプ。3人目、川野圭、広陵出身、去年が抜群に良かったと。去年の成績は相当良かったらしいね。だけどちょっと去年良すぎた分、今年ちょっとプレッシャーで思うような成績じゃないという。社会人2年目の日本選手権都市対抗の回答で一気に台頭。
斉藤投手2位で古川選手ということもあるから、なるほど。小早川さんは地元の選手がカープにたくさん来てくれたらいいなという希望はあると。確かに、まあそれは確かにね、どのチームもそう思うよね、やっぱり。石黒裕也、右のオーバーハンド、 JR 西日本、松本タイプ、やっぱなんだろうな、体つき、やっぱ体つきがね、やっぱ菊池さん、専修大学の菊池さんいいよねって思っちゃうね。JR 西日本なのでワンチャン会えると、カフェ戦に勤務してると、石黒投手青とめばえる、まあ、プロに入ってから化けるってこともね、大学のこの、まあ、高校でもそうだけど、まあ、そこもある程度、まあ、もちろん指標っちゃ指標だけど、まあ、高校、まあ、プロに入って化けることも十分あるんでねすぐ会えるドラフト候補、石黒裕也投手、すぐ会えるアイドルみたいな富田投手、さっき出てたかな、多分さっき出てたかな、投手大学の2巡目ぐらいで出てた気がする、紹介。カープ1指名の斉藤投手はどんなタイプですかと、そうですね、斉藤投手、おお、黒田になれる素質ある、くじ引きになりませんかと、斉藤投手ない、競合はないと言い切ってます、な、言い切ってないか、ないと思いますが、カープ斉藤行くんだと、なるほどね、
まあね、まあ公言することである程度こう競合を減らしたいっていうのもあるし、まあみんながこう公言して被らなかった時点でもある程度ほぼほぼ確定みたいなところもあるんかな。だから完全じゃないけね、何が起こるかわからんっていうところもあるし、うん。ただみんなやっぱりできればね、欲しい投手、どっちとも言えんなみたいなパターンだったらやっぱり競合戦法を選ぼうってことになると思うんで、多分会議の中で、こっちもいいこっちもいい、確かにどっちも、うん、俺たち決めがたいなところで今競合公言してる他チーム、あこことこことこことってなったら、いやここどっちもいいけど A は競合なし B は競合ありってなったら、確実に A で競合しない方を取りたいっていう風になると思うんでね。金村さんは間違いないと、金村投手は間違いないと、10勝10年は背であろうとパであろうと金村投手はやるんじゃないかというふうな見立てだそうです。どこできると思って強化したのか。そうだね、そういうのもあるけね、怖いよね。まあホッとしたいところですよね、やっぱ、うん、かぶるなかぶるなで。球団事情の話、ドラフトに監督の意見をどれくらい反映されるのか、新井さんは誰か推しがいるのか気になります。なるほど、まるで自分のような、まるで自分を思い出すような選手がいて、その選手を欲しがるみたいなパターンがあった場合、どれぐらいそれがドラフトに反映されるかと。監督のこのポジションを強化したいという要望は聞いてもらえると。小早川さんはあまり聞き入れてもらえないんじゃないかと。新井監督はアマチュアの選手をそこまで見てないんじゃないかと。まあそうね、じゃあそれなんでね、いきなり会見というかね、その監督になってさあどうぞって言われてもデータがもう追いつかんでしょ。活字ではそれは多少頭に入れ込むことできるけど、字面見て決めるっていうのもちょっとプロとしてもどうなんだってとこもあるしね。やっぱり見て決めたいでしょうから。ラリさんみたいな選手、そう、わからんよね、その体の大きさは多少ねあれだけど、どれくらい怪我に強いかとか体力とか、体がどれぐらいでかくなっていくかとかね。みそれさんこんばんは、どうもです、ありがとうございます、コメント。ケイさん、今年何が何でも左で森木くん逃したし。あれさの体の強さ以上、まあ多分体の強さとタフさとまあ一緒か、うん、まあ怪我の強さと、まあ、多分その胃とか内臓も強いんじゃない、食べれんにゃついてけれんしね、こなしたくても。
2部は10時から。その逆が中村翔生中志のブルペンキャッチャー阿部さん、そうです、がいろいろ紹介していただきました。12球団のドラフト1位を発表するらしいです、阿部さんがというわけで一部が今終わりました。はい、あっという間の一部でした今年はやっぱね、はい、今終わりましたと。今年は競合したらいかんすね。うん、競合抜きで、まあ理想は1位2位取れたら、ね、カープが通ろうとしてる選手を1位2位取りたいですね。うん、でも斎藤さん、まあ一応まあ分かんない、まあ、100% ではないけど斎藤さんは取れるんじゃないかと、そういった話でした。でまああとまあその他もこの辺も阿部さんがね、この辺、うん、いい選手だなと。でもなんかこの情報、これさ、この3つの情報、あ、この4つか、まあ3つとか、まあ心はあれだけど、斎藤さんの紹介でね、このコメントをいただけたのは結構でかいですね。うん、まあ、ここは素質があるよっていうところと、高めに吹き上がる球はほとんど投げないっていう、まあ安定感があると、まあ、ここはまあね、多分試合とか見てたら分かる人多いんでしょうけど、この説明能力が高いっていうのと、趣味はサスペンス小説っていうところ、まあ、この辺のこう知的なところがあるっていうので、多分いいピッチングができた、悪いピッチングができたっていうことを多分自分でこう言語化する力が高い気がするんですよね、これができるってことは。ってことは多分修正能力も高いんじゃないかなと察します。あのガタイと、あのガタイ素質で、その説明能力が高いなりの修正能力が高さね、趣味がサスペンス小説って、なんかあとなんか女性の作家の名前言ってたけどちょっと聞こえんかったけど、これ面白いなと。うん、今までのカープにはない選手かもしれないですね。あ、宮部みゆきって言ってたかもしれん。いただきます。ってな感じで、一旦終わります。終わってまた10時に第2部別枠で配信しますので、はい、よろしくお願いします一応これ1部の情報ということで、また2部は2部でまたやっていこうかなと思います。なので一旦22時までお別れです。ここまで1部お付き合いいただきありがとうございました。また2部でお会いしましょう。じゃあの。